どうも、バペチンでございます。今回使っていきたいのはクリセリアということで、今作からね、なんとね、種族種の方が若干長くされました。耐久面が下がったんですけど、で、対になるヒードラはね、下がってないんだけど、なぜかこいつだけね、下がったというか、まあ、テラスタルのせいかな。まあ、電気テラスタルでね、鋼テラスしたら、まあ、弱点が冬のおかげでね、減ったりするんで、まあ、かなりね、強力な耐久ポケモンとなることを予測しての、まあ、調整でしょうということで、まあ、今回は、三日月の舞トリックルームを使っていこうかなと思います。まあ、最地じゃないんですけど、まあ、ほぼほぼ最地みたいなもんなんで、今回の方は。トリックルームからの三日月の舞で、裏のね、ブリザポスだったり、あとはガチグマだったりね、トリルエースを、まあ、再展開して、まあ、荒らしていこうかなという戦法でございます。それでは対戦の方をやっていきましょう。はい、じゃあマッチングしました。ギャベビア坊さんよろしくお願いします。リアルガヒードラン、カイリューマリルリ、ランドロスバンギラスということで、なんかランドロスなんか日に日に小さくなってってない気のせいですかあのなんか、あの、眼科行った時にそう、あの、望遠鏡みたいなやつレンズで覗く絵ぐらいちっちゃいんだけどさ。こっちとしては、まあどうしようかな。ブリザポスルートで悪くはなさそう。リアルガとかにね、カイリューとかにも対してかなり強く出れるんで、うん、マリルリンも電気テラス切れば勝てるし、やっぱね、こいつね、まあ、セグレイブなんですよね。つらら落とし時短だって、この、氷と地面の範囲、さらに、電気テラスをすることによって、まあ、実質セグレイブみたいなのも、遅いセグレイブ、トリックルーム化のセグレイブだと思っていただければ、かなりね、想像しやすいんじゃないかな、というところで、まあ、グレセリア置いといて、まあ、リアルがちょっときついか。リアルがどうしようかね。まあ、直帰大剣気とかでも悪くはなさそうだな。まあ、初手マリルリーだけちょっと怖いんで。どうしようかな。リアルが、いや、リアルがのためだけに非近地に並みしていくかっていうのは結構ありなんだよな。いや、結構ありだな。え、間に合うこれ。え、これ間に合う間に合う？え、間に合う？これ間に合わなかったパターン？いや、これ間に合わなかった臭いけど、いや、これはまあ大丈夫ですよ。まあ、こういう戦法なんでね。え、これ初手クリセリアが出しちゃうパターンですか？あ、でもなんか出しがあったかも。うん、出しがあったわ。マリルニに火炎玉トリックしようかな、じゃあ。相手もまあ引いてくる可能性はあるんだけど、何に引くかっていう話。まあ、ヒートランディアルがもう、まあ、出てきたとしても、まあ、いいかって感じなんで、こうトリックします。オッケー。何持ってんのお前。ハチマキとかやめてね。はい、火炎玉渡して、ハチマキやめてほしかった。マジかよ。ハチマキか。トリックルームして、落としてもらうか。どうしようかな。まあ、一回ここ、ブリザポス出して、いい気がする。火炎玉入れてしまえばね、多分受かると思うんで。まあ、腹太鼓はちょっとやめてほしいけど、うん、鉢巻きだから持ってないはず。結構痛いな。で、まあ、何打つかって話なんですけど、電気テラスしてもいいか。電気テラスして恨みは、ランドロスだよね。ランドロスか。まあ、一回研磨かな。バカ字から、研磨からの、まあ、次のバカ力も耐えるんで、まあ、ジダンダで落としてって、もう一回クレセリア出して、三日舞するかな。そ、まあ、それしか方法がないよね。それで、いいでしょうか。なんならこれ、時短だじゃ落ちないか。オッケー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 。明るいキーツッパーは良くて。はじまきマリルリか。まあ、それはやめてほしかったな。なんならここ、落とさないぐらいがちょうどいいかなと思ったけど。このいらなきゃそんな意味ないでしょう。うん、ヒードラン。
まあ、ヒードランの攻撃を2体するかって言われたら怪しいよね。まあ、ここの技飛んでくる可能性大なんで、1回ヒードラン出します。いや、大でもないか。まあ、なんでも落ちるもんな。あんまもらい身警戒されなそうかなと思って出しちゃったんだけど。はい、ゴキブリ対ゴキブリ。いや、マジで今作のヒードランテッカテカしてる。オッケー、買い物じゃ美味しい。美味しいが、まあ、もらったとてなんでね。相手これ大地あるかな、大地ありそうですね。まあ、風船なんで一発は殴らなきゃいけないでしょ。パワージムで、いいかな。テラスから切ってくる。まあ、第一ケアって感じか。まあ、草テラスか虫テラスか、みたいな、そんな感じだと思うんだよ。虫テラス。まあ、相性いいですからね。格闘と地面半減できて、いうところではある。で、まあ、僕もね、まあ、虫か草か迷ったんですけど、まあ、草でも、なんか意外といい仕事できそうだったんで、草にしたんだよね。で、素早さ勝ってたんだけど、勝ってたな。まあ、ちなみに、あれ、パワージェム押したのは、まあ、若干虫かなっていう可能性はあってからっていうのもあるんだけど、まあ、単純に言うことがなくて、とりあえず押しといた。とりあえず押しとけのパワージェムでした。なんか上手いことハマったけどね。まあ、これはラッキー。で、ヒードラン突破。マジラッキージャムジャム最高。で、DR がと。いや、これはさ、まあ、相手の S 試合だけどさ、まあ、多分こっちの方が遅いと思うんだ。遅いとは思うんだが、まあ、火炎放射がいい火力出してくれるはず。どうだろう、一回トリラ挟む？いや、無理だよな。クリスリア、二回耐えると思えない。あ、第一持ってるか。いや、第一持ってるんだったら草テラスしたかったけど、リアルガのウェポンがわからなすぎた。よし、行け、クリセリア。問題があるとすれば、グリザポスで押し切れるかどうかなんでね。まあ、ここは一発耐えてくれることを願うしかないんで、流星群が外していく。一応 D は結構振っているから、ワンチャン耐えてたかもしれない。ちょっと分かんなかったけどね。まあ、これはラッキーとして。いや、ラッキー続きだね。で、オグリキャプを復活させていきましょうか。三日月の舞で。こういう感じのエフェクトなんだ。神秘的な月の光に包まれた。かっこいい。月の光に包まれるグリザフォスめっちゃよくない？ここなんですけど、時短じゃ絶対落ちない。時短じゃ絶対落ちないんだよ。ツラの落とし外しにかけるか、逆に。逆にツラロードを外してくれて、ジダンドの火力上げてみたいな。それありだな。まあ、2体する前提なんだけど、まあ、ここ鋼テラス切れば、ジダンだジダンだ落ちるか。落ちなさそう。じゃ、ディアルガの種族詞見ていい？いや、防御120は無理だな。ここ、いや、ジダンだ2発で落とせないで、フィッチだもん。つらら落とし外ししかなくない？相手も流星群外してるから、これつらら落とし外すのはフェアなんですよ。フェアです、これ。で、電気テラスを切ることによって、相手の鋼技を半減できるんで、まあ、2発は耐えると思うんだよな。わかんない。ラスカの流星群は耐えないかもしれないけど。とりあえず、ラスカの耐えること間違いなしなんで。OK、これなら耐えると思うけどな。外せ。いや、強すぎ強すぎ、それ。じゃあ、ジダンダでよかった説。耐えろ。よっしゃ、耐えた、オッケー。神。やっぱ、ブリザボさんよね。ということで、まあ、弾で、まあ、ギリ残ると。ギャベビャブオさん、対戦ありがとうございました。はい、じゃあマッチングしました。海外の方です。よろしくお願いします。ハバタカミ、セグレイブ、ベイニバル、マスカーニャ、鉄の武人、ソーブリーズということで、まあ、結構相手物理によってそうなんだよな。まあ、鉄の武人が特殊
な気がするけど、どうだろう、フェアリー特集2枚。ちょっとわかんないけど、協定どうしようかな、ガチガチグマから入って、割かし、打ち合い性能が高いから、で、疲弊したところにクレセバックして、トリックルームからの三日舞が、まあ、綺麗になるルートなんだけど、先制技持ちがね、結構いそうなんで、そこだけ気をつけていきたい。で、アット1。まあ、ガチグマ失敗した時用に、一応ブリザポスとか、残しとくのがいいか。うん、ブリザポスなら、多分対面的にはね、誰にでも勝てる気がするんだよね。マジでこいつ、防御も特殊も高いからな、特防も。はい、ということで、お相手が初手マスカーニャ。まあ、これは出し巻きじゃ出し巻きなんだけど、まあ、素のトリックフラワーなら一発耐えると思うんで、普通に空元気してていい。ノータイムで。いや、なんなら龍が発動するよね。いや、でも結局、あれだもんな。あ、弾か。トリックフラワー確定禁止だから、発動したところでっていう感じではあるよね。から元気で、まあ、いいダメージが出せる。でここで、クレセバックでいったな。まあ、弾だから、ちょっと弾叩き、プラストリックラワー耐えるかどうか怪しいけど。今回、本作からね、クレセリアのね、出属地がなぜかね、ナーフされてるんですよ。火力高いな。新力か、これ。これ絶対新力じゃね？こんなもんか。弾だったらこんなもんか。はたき、耐えますでしょうか。てか、そうか、変幻自在じゃなかったもんな。はたき、耐えますでしょうか。耐えます。新力でこれだったら耐えます、多分。トリックルームします。なんならトンボ。オッケー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 。じゃ、弾で疲弊してくれたから、まあ、あとは。そんな怖くないんじゃないか。先生また冬打ちとかでしょ。まあ、クレセより遅いポケモン来たら嫌なんですけど、まあ、一応、まあ、今回のクレセね、まあ、最地じゃないんですけど、まあ、素早さ、個体値が、まあ、4ぐらい。4ぐらいの、ほぼ最地。順地。順地順ドン個体なんで、大丈夫です。クレセリアのね、まあ、最地厳選はね、割と楽で、まあ、個体値が0から3なら最地なんでね。まあ、その一個上だと思っていただければ。逆にありかもしれない。その、最地ミラーの時はさ、こっちの方が有利かもしれんから。で、ここは、まあ、三河でさすがにいっか。影打ち、いや、影打ち耐える。いや、影打ちくらいだったら耐えそうな気がするんだよな。なんで、この三河は、通りそう。耐えろ耐えろ硬すぎだろ、お前。耐えるんですよね、これ。これがクレセリアの安心感たるものや。まあ、ナーフされて当然だったのかな。今作テラスタルがあるんでね、この特性浮遊っていうのをね、使ってね、電気テラスすれば弱点も消えるし、まあ、鋼テラスとかね、単純に耐性上げるテラスも強いだろうし。まあ、なんでも、強そう、クレセリアは。で、ガチガチ君はもう復活させていきましょう。相手の持ち物が、まあ、タスキの可能性は結構あるんで、ちょっとリュガの実消費しちゃったのの、痛いかもしれん。まあ、水テラス切れば、耐えるから。でもそうなるとな、まあ結局裏のマスカーには怖いから、ここは素直に自信入れときますか。まあ、インファイトだったら耐性下がるし。他の技でもね、まあ、とりあえずタスキ分ぐらいは、潰させてくれれば、裏のブリザポスがなんとかしてくれるでしょうというところで。格闘を照らすか。鍵打ち向こうってのがでかいからね。まあ、一発耐えて、まあ、次の地震で落としに行くみたいな。いう動きが取れるんじゃなかろうかと。だってさ、これ根性発動してないのにさ、こんなに削れるんだよ。鉄の武人って今、一発か。鉄の武人ってかなり耐久ありますからね。まあ、かなりではないよ。防御方面に関してはそこそこありますからね。てか、なんならこれ落とさないのはでかいかもしんない。これね、疲弊した、裏のマスカーニャと、
あと鉄の武人なんで、白のイラナキがめっちゃ刺さるんですよ。ここはミニチュアアンテナ、ジランダーでいいか。浮き出しできないもんな、敵多分。ジランダー押して、まあ、トリルターンがあと1ターンかあるので、まあ、切れたとしても、自慢の耐久力でね、まあ、開始の一発当てていけるんじゃなかろうかというところでございますが、いかがお過ごしでしょうか。これはウェイバルか。いやー、タスキ、こいつもタスキくせえ。てか、敵のパーティーも全員タスキ持ってそうでやだ。なにこれ。格闘の弱点は消しときたいんで、まあ、テラバーストで。相手、インファイトめちゃくちゃ押してきそうなんだけど。めちゃくちゃ殴ってきそう。DV パーティーかもしれん。はい。パルデアじゃねえわ。ケンタでセグレイブの力を見せてやろうじゃねえか。はい、ゾーン。耐えるわけもなく。これあと、タママスカニか。まあ、冬打ちは全然耐えるし。ね、ここでトリルカ終わるから、まあ、上から行動されるのか。まあ、電気テラス切ってるんでね。割と何でも耐えそうな気がするけど。これがね、強いよね。ここは電気テラバで。2段階上昇してるんで、大丈夫でしょう。セグレイブ出てきてほしかったな。この守るは、なんだ。なんだろう、一応見とこうみたいな感じ。まあ一つね、セグレイブとは違って、トリクラは、やけどがね、怖いからね。危ない、意外と。まあ弾だからか。で、新緑だろうしね。まあ、で逆に新緑玉トリックでは耐えんのそれ。逆にびっくりしたわ。強すぎだろ。硬すぎだろ。セグレイブとの違いはね、まあ、やけどがね、怖いっていうところぐらいかな。まあ、それ以外はね、耐性面に関してもね、結構優秀なんで、耐久面に関しては。まあ、かなり強かったんじゃないでしょうかということで、対戦ありがとうございました。